東京競馬場第2レースは3歳未勝利戦ダートの 1400m 出走馬15頭です。この1レースと2レースの間少し雨の勢いが弱まる瞬間もあったんですが、今もしっかりとした雨が降っています。東京競馬場 1400m のスタート地点向こう上面ダートコースの上、たっぷりと水分を含んで1レースは早い時計の決着になりました。このレースはスタート地点もダートの上です。8番のブルーゴールドが収まって最後14番ゲートにこれからボールズピラミッドが誘導を受けます。ゆっくりと近づいて今ゲートの中、スタートしました。1番のシャララゲラン後方からになりました。まずは先行争い間から7番隅田勝時が飛び出していきました。これに外から14番ボールズピラミッド、そして15番サイタブラウン、この3頭が先団。あとは2馬身開いて4番手内に6番ハットグッドゲット、並んでいって黄色い帽子8番のブルーゴールドです。3馬身ぐらい空いて11番のオーラビルス中段の前、インコースからは5番のサラサビーザベスト、2馬身後ろに9番のピエフォール、3コーナー回っていきます。中段後ろ徐々に隊列縦に伸びて10番のポリッシュグルーム、さらにその外からは12番のゲンパチタクト、その後後方集団4番のボールドトップ 600m 先頭が35秒1で通過。このうちから2番ベベ、3番西野スナイパー、1番のシャララゲランが行って1頭大きく離れて最後方13番の東亜オリンポスです。4コーナーにかかります。前は15番サイタブラウンリード1馬身直線コースに入りました。2、3頭分外、前とは1馬身半のところで14番のボールズピラミッドです。400を切ります。3番手インコースから7番隅田勝時、外からは5番サルサビーズベストと一気に差を詰めてきて11番オーラビルス、離れた外から先頭に並んで前に出そうだ。内15番サイタブラウン、2頭の間5番のサルサビーズベスト、3頭の追い比べに100を切って外から11番オーラビルス抜けて先頭、2番手ですが5番のサルサビーズベスト、15番サイタブラウン遅れを取って3番手11番オーラビルスに詰め寄るサルサビーズベスト、しかし11番のオーラビルスタッゴリ、2着5番のサルサビーザベスト、15番のサイタブラウン3番手、11番オーラビルス菅原明人気に応えました。エスポワールシチーナ3区、追い詰めに行った5番サラサビーザベスト2番手、15番サイタブラウンが3着、11番5番15番の順、時計は1分23秒4。このレースも前にいた馬の決着になりました。上位は11番5番15番の順、1分23秒4の勝ち時計。レース後半ゴールまでの 800m が48秒2、 600m は36秒1です。11番のオーラビルスが人気に応えました。菅原明騎手の騎乗、この内に潜り込んで追い詰めに行った5番サラサビーザベストですが、最後まで体半分その差が詰まりませんでした。その後15番サイタブラウンが3着、1分23秒4の時計でゴールまでの 800m 48秒2、 600m 36秒1。1着11番オーラビルス、2着5番サラサビーザベスト、3着15番サイタブラウン、4着9番ピエフォール、5着6番ハットグッドゲット。確定までしばらくお待ちください。東京2レースが終わりました。勝ちましたのは11番オーラビルス。デビュー戦4着から3回4着を続けて2走前3着、前走が2着、そして今回が勝利となりました。エスポワールシチーの3区です。2着が5番のサラサビーザベスト、オーラビルスと合わせ馬のように上がってきましたね。3着が15番のサイタブラウンの順です。11番5番15番は1番人気、6番人気、3番人気です。単勝11番 2.1 倍、枠連36 24.1 倍、馬連5番11番 23.2 倍、馬単11番5番 33.7 倍、三連複5番11番15番 31.2 倍、三連単11番5番15番 136.2 倍です。確定までお待ちください。